ちゃこんにちは。豊さん、高校野球見てますか？甲子園での楽しいな。はい、やっぱね、一発勝負でやっぱああいう若者が一生懸命やってる姿っていうのはいいね。そうですね、はい、今年の高校野球、新たな取り組みというかが導入されたりとか、まあ、新たな意見だったりとかも、はい、こうファンの中でも出ているんですけれども、そのうちのまず一つが、甲子園の8強に丸刈りじゃない学校3校進出ということで、5年前は7割超だった高校野球部の丸刈り、これが変化してきたというところがまず一つ新しく挙げられているんですよね。で、これは今の時点で勝ち進んでいる学校なんですけれども、慶応、そして土浦日大、花巻東が丸刈りではないと。何なんだそれ。いやいや、それが何の問題があるんだ。いや、それを見たやっぱりファンの方とか OB の方が、やっぱ新しい風が入ってきたんだなとか。昔は修行の一つだったからね。だからお坊さんとかが修行するような形のスタイルだったんだよね。あとはやっぱ軍隊の流れだろうね。そうです、名残だと思います。だから坊主にしなきゃいけないみたいな。そうですね、邪念を振り払うみたいな、はい、ね、関係、まあもういいんじゃないの。そんなのは。そうですよね。で、いろんな、みんな伸ばせばいいのに。まあそうですよね、清潔感があるようにね。まあ、清潔感がある中での、うん、でやっぱりその、まあ、賛成の意見の方が多くてですね、例えばアラフィフですが、自分の時代は野球部とか関係なく中学に入学したら強制的に坊主でした。俺らもそうだよ。え、嘘、本当ですか？北海道は寒いから坊主じゃなかったんだよ。 はい。で、山口県帰ったらいきなり坊主だって。みたいな、なんでみたいな。中学は高速ですか？高速なんだよ。そうなんですか？したんですね。したよ。どうでした？いい頭の形してんね、僕は。みたいな言われながら、まん丸だから。なんでみたいな思ったよ。だから野球やるっていうのはなんかもう暗黙の了解で決まってたから、はい、まあ、高校野球やるのは坊主っていうのは、うんうん、ね、これは受け入れたけども、はい、なんで伸ばしちゃいけないのかっていう疑問は常に持ってたよね。あ、もうその頃から。あ、そう、もちろん持ってた。そうですよね、うん、あとはどの道大学野球や社会人野球やプロ野球では丸刈りではないので、高校生だけが丸刈りにする必要性がないと思いますとか、あとは今回甲子園の試合中継を見ていて髪型の違いに驚きました。で、野球部の髪型の自由やさまざまな自由な選択肢が未来の日本にいい影響を与えてくれるきっかけになることを祈っています。祈らなくてもいい。多様性。まあね、まあ、別に伸ばしたっていいしさ、はい、ね、髪が邪魔になるほど伸ばすやつはいないだろうしさ。まあそうですね、うん、慶応の子なんか見てると、はい、いいシャンプー使ってるのかなと思う。サラサラピカピカ、サラサラピカピカしてるもんな。天使の輪が出てきてるみたいな。いや、いいじゃない、まあ、清潔感が逆にあって。まあそうですね、どちらにしても、うん、ただ一方で例えば24度目出場の広島の広陵は、まあ、全員が丸刈りなんですけれども、はい、監督、今年の春に選手に髪を伸ばすことを提案したそうなんです。逆にね、監督が髪伸ばしたらどうかと。ただ選手たちは広陵の歴史を変えるのが嫌だと言って、まあ、反対したというところで、まあ、それも一つの選択の自由ですね。まあまあ、それはそうだね、それはもう自由だもん、うん、何やったっていいじゃん、髪型ぐらい。まあそうですね、もうそのうち勝つみたいな、V みたいなやつも現れるかもわからない。そうですね、いや、それはもう別に構わないし、うん、ただその坊主が伝統ではなくて、うん、昔のなんかこう暗黙の決まりみたいなのあったから、はい、だから広陵の子も坊主が伝統だっていうふうに、ん、まあ思わない方がいいよ、うん、それ伝統を守るんだったらもうほとんどの学校が坊主だから。そうですね、だから広陵の選手たちっていうのはね、そういう歴史を大事にしてるというか、はい、まあ、そういうことはすごくいいことかもわからないけども、うん、まああんまりとらわれなくてもいいよな、それはね。まあ時代的にもそうですよね、うん、そう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 、うん、それで歴史が変わることではないから、うん、うん、髪型ぐらいで歴史が変わったら大変だよ。そうですよね、うん、あとやっぱ昔野球部に入りたかったけれども、その丸刈りが嫌で入部しなかったっていうその年代の方たちもいらっしゃるじゃないですか。まああるだろうな、はい、ただ今はもうね、それがないとなるとちょっと文句が広がるというか、うん、のかなっていうのも、まあ、そんなことで広がるのかどうかわからないけどもね。はい、でもそういうものが少しでも影響してるんだったら、うん、全然取っ払っちゃってもいいよね。そうですね、うん、
確かになんか日本の風習なのか、やっぱなんかこうみそぎという意味で何か悪さをするとなんかちょっと坊主にしてすいませんっていう風になんか誠意の表れみたいなのってありましたけど、それもまたね古くなっていくのかなって。まあ古いよ。うちの子なんかまた坊主とか言ってたけど、俺が怒り出すとまた坊主すんのみたいな。あ、そう、昔のものなんですね。だけどまあそれは脅しでね、はいはい、まあ、実際にやったこともあるけど、うん、そしたら兄貴が、うん、いや吉明は一男ね、うん、坊主にするんだったら俺をしてくれんだよ、似合わないんだよ吉明が坊主が、あ、次男のね、だから笑っちゃうんだよ、だから兄貴が身代わりになるみたいな。優しい兄弟やり。そういうこともあったけどさ、はい、まあだけどもうその髪型とか、うん、なんか何を着てようが、はい、まあ、あんまりこう気にすることではないんじゃないの。それは清潔感があった方がいいし、身なりという面では、ね、何を着てやめもいいって言ったけど、はい、まあ人が不快じゃないものをね、はい、着るんであればそれは別に構わないんじゃないの。そうですね、だからもしかするとね、何年後かにはみんなそう、あ、逆に丸刈りが珍しいねっていう時代がやってくるかもしれないですしね、うん、まあそうだね、うん、まあ、丸刈りの方が手入れは楽だけどね。あ、でもそうなんですか。めちゃくちゃ楽だよ。ちょっとなんか例えば何ミリとかあるじゃないですか。ドライヤーなんか不要だから。あれシャンプーってするんですか。シャンプーするよ一応。トリートメントも、あのね、フケが出てくる。昔いたんだよ、学ランにさ、フケがいっぱい落ちてるやつ。はいはいはい、お前何シャンプー使ってんだよみたいな、うん、そんな話にはなったけど。いや、そうなんだ。まあだけどそれは坊主でもリンスまでしちゃうから。そうなんです、うん、ただやっぱりこの炎天下だと暑い、ね、逆に髪の毛あった方が守られて、あ、どうなんだろう。ごめんね。いやいや、全然感じて、それは年齢、ごめんねごめんねみたいな。年齢的なね。まあ、自然の摂理というところでね、まあ、まあ確かにね、はい、あともう一つ新しいことといえば、今回の高校野球の甲子園大会から、はい、クーリングタイムが設けられました。あの5回終了後に10分間、あのバックですよね、裏で、まあ、クーラーとか、送風機に当たったりとか、水分補給のほか保冷剤が入ったアイスベストとかネッククーラーで体を冷やすという時間が設けられました。そうだな、気持ちまで落ちちゃうからな、まあ、まあそうですね、一瞬落ちるっていうのはありますけど、うん、まあ、流れが変わるっていうことはあるよね、そこでね。そうですね、だからまあそこら辺はやっぱり監督がどういうふうに言い伝えるか、はい、まあ、そういうことは大事なことだけども、まあ、いきなりやられるとどうしていいかわからないっていうのが現状だよね。そうですよね。でいきなり、まあ、こういうタイムが設けられて、最初始まる前は、あの暑さ対策でいいんじゃないかと思われたのが、実際蓋開けてみると、そのクーリングタイムで体を一気に冷やして6回に足がつる選手で、例えば担架で運ばれる選手とかがちょっと出てきたと、かなり出てるよね。はい、出てるんですよ。びっくりするのがさ、はい、歩けないぐらいになってる選手もいたからね。いました、担架で、はい、運ばれてる選手。そうそう、いやだからこれ科学的にというか医学的にそういう時間を設けてやった方がいいっていうことだったと思うんだよね、はい、でこういうことをしなさい、ああいうことをしなさいっていうのが伝わってんのかどうかだよね。だからいきなり冷やすと、はい、やっぱ体に支障をきたすよとか、はい、水分補給をしっかりしなさいって言っても飲みすぎるとどうなるとか、うん、まあ、そういうことのレクチャーっていうのができてたのかできてないのかだよね。そうなんですね。だから今言われてしまってるのが、やっぱその甲子園での暑さ対策、熱中症対策の、まあ、建前になってしまっているんじゃないかっていうのも一つ言われてしまって残念なことなんですけど、まあ、そうだね、はい、まあ、でもさ、うん、これは暑いよ。ちょっとだって熱中症警戒アラートが出てる中でやってるわけですもんね。ああ、うん、昔は暑くなってもここまで暑くなんないからな。なんか35度以上超えるってことはなかった。30度超えたら大変だったもんな、うん、はい、だ夏って28度とか、うん、せいぜいって29度でしたよね。なあ、だからやっぱそれなりの対策はやっぱ必要だと思うよ。でもやっぱ危険だもん、はい、あんな中投げるんだ、嫌だもん俺。いや審判の方も大変だぞお前。あの審判の方も、ね、気分悪くなったりとか。なるなる、なりますよね、うん、なんかこうどこら辺かなんかピョンと出てて、そこからこう水が水分補給できるとか、そういうのを考えたらいいかも。そうですね、その5回裏終わった後だけではなくて、あとはね、
なんかこう扇風機がついてる服があるんだよ扇風機っていうかはいはい、あのあれですね、ちっちゃいね、そうそうそうファンがついてるような、そうそうそう、ああいうユニフォーム作ったらどうやろ。あ、できないんですかね。いや、わかんない。例えばユニクロさんとかに、なんかすごく涼しくなる体がとか。いや、そうそうそう、あれ着てる人長袖着てるからな、そうそう、暑くないのかなと思うんだけど。そうなんですよ、涼しいんだろうな。一応通気性がいいとか。でも全然違うらしいよ、あれブーンって。あれゴルフでも着てる人いるから、はい、あ、ブーンですか。ブーンってここら辺、確かにブーンがね、あるのとないのと全然違う。全然違うでしょ、はい、ということはあれでユニフォームを作ったらどうなんだっていうことなんだ。まあ一つ改良点としては、ですね。そう、スライディングとか土が入ってどうなるのかっていう、まあまあまあ替えを持っときゃいいんじゃんな。まあそうですよね、うん、あとあの各監督さん あのコメントも出ていて、例えば、履正社の、監督は、はい、グラウンド整備の時間は大阪でもベンチ裏でミーティングをしていて、残りの時間は気持ちが抜けないようにストレッチをしたりしていた。甲子園でも基本的にそのやることは変わらない、あのゴーラのクーリングタイムですね。あとは奈良の智弁学園の監督は、いいと思います、いいとは思いますけれども、5回が終わった時だけじゃなくて、1回から4回、6回から9回、タイブレイクになれば10回からもそうですが、イニング間も水分補給くらいは選手に十分な時間を与えてほしいというところで、うん、特にキャッチャーなどは防具をつけたりするときに早くしてというふうにせかされることもあるので、そうすると水分補給できずにグラウンドにまた行くこともあるということで、これあのイニング間では水分補給って取ってないんですか。まあ、だから、攻守交代を早くっていうふうに言ってるから、はい、なかなかこう一口飲んでバッと行かなきゃいけないとか。だからイニング間をもう3分取って、はい、あのクーリングタイムを省くとかね。ある監督が言ってたよ、はい、絶対クーリングタイムで流れが変わる時があるから、うん、そこがチャンスだっていうこと。まあこれは戦略の一つだから、うん、これは別にいいんだけども、はい、でもそれで試合の流れがガラッと変わっちゃって逆転されたっていう試合もあるからね、はい、まあ、そうなるとかわいそうだしな、そんなの俺はいらないよみたいな。ってなるとまたね、命の危険性もちょっと伴ったまま勝ちに、まあまあそうだね、狙いに行くっていう。ただそのクーリングタイムもグラウンドの例えば40度以上あるところから一気に冷えたところに10分間いて、そこからまた40度ぐらいのところにドーンと行くってなると、そうもっと暑さを感じるはずだからね、うん、多分体のその体力の消耗とか、まあ、まあ確かにそれはきたしますよね。だから7回でいいんじゃないかというふうに俺は思ってる。あ、7回戦いをね、はい、あ、いつですね、おっしゃってるやつですね、はい、ずっと言ってる7回でいい、はい、9回いるから暑いんだよ7回だと頑張れるから、もうちょっとクーリングタイムなしでそうですね、ダメ、いいと思います。でもやっぱりあれなんですか、甲子園、例えば屋根付きのところになっちゃうと嫌なんですか。甲子園っていうところ、それも伝統、ちょっと伝統なのであれですけど、俺は暑くても甲子園の方がいいな。いや、やっぱね、雰囲気が違うと思うわ。そうなのか。だから例えば仮にですよ、京セラでやったんだったらもう意味がなくなってしまう。いや、まあ意味がないっていうことはないとは思うけど、うん、俺はあの土のグラウンドの甲子園を目指してて、うん、でそれが京セラになりましたみたいな、はい、もう京セラ行くんだったらもう暑さ対策でエスコン行った方がいい。あ、エスコン、え、あ、そうですね、別に大阪でやる必要性もないじゃん。まあもうそうですよ、そうなってくるとどこでもいいってなります。そうでしょ、はい、もうだから持ち回りのこのドームでやればいいかもわからないですね。ああ、まあそういうのも出てきますよね、うん、でもやっぱ甲子園でもなんか人工芝だったらピンとこんな、 あの汗を吸い込んださユニフォームでヘッドスライスで真っ黒、洗濯どうすんだみたいな。それがいいんですか。それがいいんです。そうなのか、うん、やっぱり甲子園だよな。あの暑さも含めて甲子園なんだよね。そうか。でもね、であれですよ、これからどん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 何年後になっていくと、もっともっと気温が温暖化で上がっていく。いで、あと台風とか線状降水帯で、まあ、試合がね、順延とか中止になったりする。で、時期ずらしたらどうなんだろう。夏じゃなくて、そうですね、秋とか、まあ、これ夏休みの問題だとか、うん、まあ、いろいろあるからこの時期しかないんだろうけどもさ、うん、そうです、ずらせんかな、うん、危険だもん。あ、この暑さはそうですよ。いや本当に、あの不要に外に出ないでくださいっていう熱中症警戒アラートが、そうだよ、そう、だからその見ながら熱中症警戒アラートっていう文字がありながら甲子園を見るっていう、すごくなんか
違和感ある。違和感があるんですよ。もう汗もなんか塩が出てきてんじゃないかって思うよ。真っ白の、そう、いや本当にそうなんですよ。まあ応援ね、アルプススタンドで応援している方たちも体調ももちろん、はい、まあまあインタビューなんかされてる人なんか緊張しちゃっても、まあ、倒れちゃう、倒れちゃうよ本当に。いや本当そうです、本当そうです。もうよくこうやってボンボン持って踊ってるよなと思うよ。あとあのブラスバンドもものすごい肺活量を使いながら炎天下で吹いてるじゃないですか。大丈夫かなって。多分毛が飛んでるな。バーってやりながら毛がピンピンピンって。それは飛んでないんですか。飛んでないか。大丈夫ですけれども。いやでもこの暑さ対策っていうのはやっぱ少し考えた方がいいかもな。そうですね、まあ、クーリングタイムっていうのを設けて、はい、まず試みとしてね、うんうん、やったんだろうけど、はい、まあ、それがいろんな変化をもたらしていい方向にね、そうですね、変わっていくといいけどな。ですね、うん、なんかこれをきっかけとしてだダメじゃないんだけどね、はい、だからその過ごし方っていうのが問題で、はい、だからそこら辺のレクチャーをしてるかどうかっていうことがね、うんうん、一番いい感じのクーリングタイムっていうのはどういう過ごし方なのかっていうのをちゃんと示さないとね。そうなんですよ、ね、うん、まあこれはまた人によっても違うしな、疲労度によって違うしな、あその時の体調によっても、ね、違うしな、違います。だからまあ難しい問題ではあるけども、うん、だけどまあいい方向に向かうことは願ってるけど ね、 そうですね。あとはあのベンチの人数、あの地方大会までは20人で、はい、今までは甲子園に行くと18人2名減らされていたのが、今年からそのまま20人で OK になったというのも新しい、はい、取り組みで、やっぱりその監督さんも選手たちも地方大会一緒に勝ってきたメンバーがいきなり2人削られるっていうのが、そうだ大変だよ、うん、指導者としたらですよね。はい、甲子園のメンバー発表するぞって、うん、この予選の中かなって、うん、はい、18番森藤、はい、呼ばれなかった2名はスタンドでしっかり応援してくれって、はい、その時はね、はい、終わったら、いや、なりますよね。いやだからその野球部という括りで20人登録でもいいけど、うん、あと何名か登録で制にしといて、うん、はい、ベンチと入れ替えができるような、うん、システムを取っとけばいいと思うよね、はい、そうですよね。それはもうみんなで戦ってるんだからさ、はい、20人だけが部員じゃないし、うん、他の何人か入れれるように、はい、変えれるように、うん、まあしとくといいのかなっていうふうには思うけどね、うん、俺なんか。そうですよね、そもそもその20人から最初18人に減らしてたっていうのは何の問題で18人にベンチってなってたんですかね。分かんないけどな何だったんだろうっていう、まあ分かんないけど、はい、なんか運営とか、うん、そういう2人増えると経費がかかるとかまあそういうのもあるんじゃないの。そうってかもしれないですよね。あとやっぱその20名にしたっていうのはもしかするとこの暑さでやっぱり足がつったとか、それこそ今回みたいに体調悪くなったっていう時に、まあ、1人でも多くの選手の替えがいないとっていう、そのまあそうそうですね、保険というかそういうのもあるのかな、うん、だからまあ1試合終わってやっぱ体調崩す人間もいたりとかしたとしたら、うん、はい、他の登録メンバーから誰か入れてあげるとかさ、うん、はい、まあそうしても俺はいいと思うけどね、うん、なんか柔軟にもっと変わっていく、まあそうだね、に来てるのかな、分岐点にっていう。そうだね、ですよね、うん、より良い方向にね、はい、まあ向かっていかないとな。そうですね、はい、この暑さはしんどいと思うよ本当に、うん、これがあの暑くなくなるっていうことはもう多分ないと思うので、もう暑くなる一方だと思うので、そういう意味でも早め早めの柔軟のあるなんか対策を毎年毎年なんかしていって、球児のためにも応援する方にとってもそうだな、うん、いいなというふうに思います。はい。